まもなく1番乗り場に特急列車ランプ11号は工事が入ってまいります。
出口は右側2番乗り場到着です。快速列車中里行きご利用客様お乗り換えです。機械を取りまして1番乗り場15時39分の列車急です。ごめん中里線の伊勢安秋方面をご乗客様お乗り換えでございます。1番乗り場から15時39分の列車急でございます。ごめん出ますと8分ほどで高知に止まります。まもなくもごめんにつけます。
もなく終点の高知に着きます。お出口右側1番乗り場の到着です。手回りなどお忘れ物なさいませんようご自宅ください。こちら乗り換え列車をご案内いたします。特急安心水5号久保川方面中村行きは15時43分着きました。お隣2番乗り場に停車中でございます。安心水5号中村行きお隣2番乗り場から3時43分の連絡でございます。エリア研究入口朝日方面各駅に停まります。須崎行きご利用のお客様途中列車が出た後に入ります。2番乗り場でお待ちください。15時55分の発車です。各駅停車の須崎行き2番乗り場特急列車出た後に入ります。3時55分の発車でございます。今日も特急ラブ11号ご利用くださいまして、ね、ありがとうございました。お立ちになりましたら今一度棚の上座席の上などよくお確かめの上お降りください。お土産物、携帯電話などお忘れ物をなさいませんようお気をつけください。またのご乗車をお待ちしております。この列車は高知へ着きますとお客様が降りられましたら一旦ドアの方が閉まります。車内線と椅子の回転作業を行います。取り返し岡山行きの特急列車となります。一旦ドアの方が閉まりますのでご注意ください。前の方に続いてご乗車おりますようご協力の方お願いいたします。またお子様連れのお客様はお子様と手をつないでおりますようご協力お願いいたします。列車の間、広く空いているところはございます。十分にお越しください。